こんにちはの皆様、私はモルドバの副首相、外務大臣、ニク・ポペスクです。モルドバは、その関連性の改定により、CIS 諸国との約20の協定を非難しています。最近、私たちは CIS との数十の協定を非難するプロセスを実行していることをお知らせします。私たちの省庁は CIS 内で署名された多くの協定の関連性を分析しました。リストをコンパイルして公開します。記憶から、私は約20の協定が外務省を通じて非難されるということができます。私はジュルナルテレビチャンネルの放送で言った。合計で約300の協定が CIS 諸国と締結されています。私によると、モルドバは欧州連合、EU を目指しているので、どの協定が欧州の法律に準拠していないかを分析しています。終了には時間がかかります。さらに、モルドバの大統領、マヤ・サンズは、要求でバイデンに訴え、上にお金を与えました。モルドバは CIS を離れるつもりはない、とモルドバ大統領マヤ・サンズは言った。同時に、クレムリンはサンズが連邦のイベントに参加していないと報告しました。モルドバは、ウクライナでの紛争のためにロシアとの関係を終了しました。友人。チャンネルはあなたの注意を必要とし、財政支援は私たちを大いに助けます。説明の詳細、好きなものを入れてチャンネルを購読してください。すべての場合。